すいません皆さん。ということでね、ちょっとね短いんですけど、いやどうしようかな。1時間配信してない、8時くらいまで配信したいな。ちょっとどうしようかな、準備してないんだよね。でも全然準備してないんだよね。準備できるか、いや7時半にします。終わるのちょっと準備して、7時半っていうか45分にしようかな。はよう、びっくり、おはよう。ね。うん。びっくり。おはよう。いやーごめんね、本当に。本日ね、ちょっとイベント最終日、もう喉ガラガラやった。イベント最終日なのでね。皆さんぜひご協力お願いします。本当にね今日でね結果が決まるので、はい、お願いします。はい、あ、ギフトありがとうございます。眠そう、まあ眠くないわけではないけど、まあまあまあ、え、喉やばくない？ちょっと治って、早く早く治って。いやびっくりした。皆さんぜひイベントご協力お願いします。で笑いだけが2位で1位との差は14個、キノコとリスが3位で164個差が、総合がね7位で、はい、本当にね今日で最後なのでイベントありがとうございます。お願いします。カラオケ配信の使いすぎた、いやでもね、カラオケの時こんなんじゃなかった気する。あ、でも一人やったから喋ってなかったっけ。でもなんか本当にこんな声じゃなかった気する。なんか別にね喉が痛いとかは全くなくて、まあ少し痛いけど、なんかまあ乾燥だろうなくらい。え、びっくり。いやーねはよ、よし。まあでもさ、なんか多分生活してたら治るよ、これくらいだったら。はよ、パンドーナツ、なんかキードーナツみたいな、知らんけど名前ちょっとわかんないけど、そんな感じだった気する。うん、おいでよ、サーターアンダギー。うん、でもデニッシュ入ってる気もするんだけど、
べたい。なかったな、それは。うん、塩パンも少なかった、そこ。いや、おいしいパン屋さんもいいよね。ぜひ、ぜひイベントご協力お願いします。夜ね、ラジオ配信か。お仕事ですか。ラジオ配信になりそう。なので。みーちゃんにお迎え、いや全然ダメなんですよ。そう考えたんですけどね、一回ちょっと。そう全然意味がないくらいそうなのでラジオ配信なんですよね。最終日はラジオ配信嫌だったんですけど、もうなんか本当にもうなんかこっち戻ってきてもまたすぐちょっと行かなきゃいけないので、うん、目々がかゆいです。そうだから、なんかギリギリになっちゃうっていうのは、なんかそのなんていうの、配信がギリギリになるとかじゃなくて、私が多分明日行けないくなる。そんなどうしよう本当に。ああオッケー、帰ります一回。オッケーです。配信多分もう15分とかして、イベント終わったらすぐちょっともう出なきゃいけないんで、そうだからなんかごめんだけど、そうちょっとなんか浸ってる余韻に終わったね、ちょっと浸ってる時間がごめんなさい、そんなないんですけど、それでも大丈夫ならちょっと大丈夫かは分かんないまあ大丈夫
大丈夫にします。いや、なんかやっぱり申し訳ないし、みんなは絶対そっちじゃない方がいいでしょう。うん。うん。だから一回ちょっと急いで帰ります。申し訳ないから帰る。ただでさえバタバタして今回できてないのにさ。大丈夫、事故には合わないよ。そう、急いで事故には合わないんだけど、うん、大丈夫だよ。だからそこ、うん、大丈夫。から画面をつけて配信します。大丈夫、本当に大丈夫、気にしなくていい。みんなは私がやりたいからやります。画面をつけて、顔パンパンだね今日。今ね、急に皆さん、ぜひイベントご協力お願いします。ね、なんかやっぱりやるなら中途半端に終わらせたくないので、私はそうだから帰ってくるんです。そうだから帰るんです、私は夜。締めましょう。なのでぜひ皆さんイベントご協力お願いします。ギフトありがとうございます。ねえ、明日はラジオ配信、明日はなんか微妙。ラジオ配信は多分でやろうと思えばできるんだけど、どうしようかなと思って、うん、迷ってます。なんか外でさ、そんな長時間配信はなんかあれやなと思って、そう、いい場所あればいいんだけど、画面つけて配信できるような、ないんだよね、そんな。抜けたー。
まあだからちょっと考えます一旦。うん、できそうだったらまあラジオにしようかな。ラジオ配信でせいぜいできても30分だ。はや。はや。悩むにそれが一番できないんですよね。そうお昼頃は一応ね休憩時間というか間の時間はあるんですけど、めちゃめちゃ人で歩いてる時間なので、そうしかもなんか夜のね、なんか夜はやっぱり追い上げがすごいので、そう夜しっかり配信したい。私はね残り15分に、はい、15分、そうね15分かな。ねえ、なんか昼間とかも配信できたらいいんだけどな、どっかで。なんかイヤホンつけたらさ他の音が聞こえないみたいな、他のあの私の声で喋った声しか入らないみたいになったらいいのにな。そうそうそうじゃないからさ大体入るやん、なんでも配信が難しくなるんだよね。かゆいねえ、今日もさ髪の毛さドライヤーちゃんと持ってきたのに乾かさなかった。そしてポテチ食べていい？こんな時間にポテチ食べよう。わ、めっちゃいい匂い。あ、ポテチにしたらなんか形がちょっとおせんべいみたいな。おいしい、おいしい味。高いのかな、わかんない。美味しそうと思ってパーって持ってきてた、うん、そのままレジ通して。まあ、珍しいかな。たまに買うんですけど、でもねトリュフのねポテチ自体あんまり出てないかも。今日は食欲だね。
全部食べるよ。ポチって開けて中途半端で終わらせるなんてちょっとしないよ。でもね、そんな大きくないんですよ、これ。うん。ラスト1枚。うん、おふうさんも。ギフトありがとうございます。皆さんぜひイベントご協力お願いします。本日ね、最終日でもう夜がね、ギリギリに配信ができないので、ぜひぜひご協力お願いします。いやーマジ今日寝坊したの痛かったな、本当に。なんで寝坊してんの、こういう日に。これカルビーじゃない気がする。三振。うん、だと思う。ポテチのね、あの形状が違った。ギフトありがとうございます。そうだよ、ポテチを開けたら全部食べなきゃ、ね、そのね、ね、初めて聞いた日かも。そう、なんかポテトの形状は独特でした。ちょっと揚げポテトみたいな食感。いや、なんかね、なんて言ったらいいんだ、エビせん違う、なんかエビのさ、なんかあるじゃん、カラフルなやつ、ああいうイメージ。うん、食感なんかあんまり食べたことないけど、それなんかちょっと中にね、空洞っぽいのがある気もする。うん、中華料理とかについてくれるせんかな。なんかさ、丸いさ、カラフルなやつ揚げたらさ、膨らむやつあるやん。なんか薄っぺらいやつをさ、油に入れると形変わってブグブグみたいなでかくなるやつ、あれ、ああいうイメージ。ちょっと独特じゃない、だから。
そうそうそう、ピンクとか白とかなんかいろんな色。かな。もう本当に顔パンパン。顔まんまる。本当に嫌ね。今日むくんでるよ。むくみだけではないのはわかるけど、わかってるけど、むくんでる。昨夜のラーメンとご飯効いてますね、なかなかね。そう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 、プラプラのやつが、そう、エビせんになるやつ。いや、仕事行きたくないな、帰りたい。帰ろうね、帰ろう、本当に帰ろうね、マジでね、本当に帰りたい、休みた。もう6位まで 24,158 ポイントです。皆さんありがとうございます。少しでもいい順位に上がりたいので皆さんご協力お願いします。本当に。でも今日ね、もう忙しいんですよ。もう忙しいの分かってるんだよ。昨日見た時点で忙しかったんだよ。もうダメだよ今日本当に。もうやだ、帰りたい。しかもさ、顔とかさ、むくんでるとさ、パンパンな顔見るとさ、余計にさ、そう、余計になんか行きたくなくなる。どういう感情って、わかんない、なんか。本当に。そうなんでね、次なんか行きづらいのと、の休みますだけじゃダメだからさ、休むのって。そうだから、そのシフトに入る代わりの人探さなきゃだから。そう、本当にすいません、私の代わりに誰々さん入ってくるの、すいません、本日お休みさせていただきます。それが一番嫌だ。休みますだけじゃダメなんです。有給欲しいな。有給制度欲しいな。から頑張っていく。
有給まで有給あの社員じゃないので有給制度がないと思います。ないです、バイトさんなので。有給が欲しい、バイトにも有給が欲しい。バイトにあるの？半年経つと。半年経ってないもん、半年経ってないもん。バイトにも有給認められてんの？知らなかった。じゃあきっとあるのかもしれない。私でも半年経ってないんだまだ。そう、半年は勤務してないまだ。バイトって有給あるんだ。ないもんだと思ってた。有給つくはず。いや、どうだろう。どうだろう。バイトって有給あるんだ。初めて聞いた。それさ、でもさ、知ってる人はあんまりいなくない？で、有給くださいって言ってもさ、なかなか、うん、な気するけど、初めて聞いたもん私。みんな取ってるもん。バイトの人ってみんな有給取りたいです。取ってるもん。そうそうそう、聞いたことないし。そうなんだね。なんか難しいね、本当に。なんかもうちょっと簡潔に労働基準法を書いてくれないかな。なんか子供でも分かる感じで書い、あの全部書き出しといてくれたら読むんだけどな。分かんないよ。言いづらいな、すごい言いづらいな、めちゃめちゃ言いづらいな。お休みもらってる分言いづらいな。でもさ、あ、わかんないよ、まだ聞いてないかわかんないけど、いやなんかちょっとダメだよみたいな、いやちょっとそれ困るみたいになった時ね、別にそういう風に言われたわけじゃなく、もしバイト先でそうなった時に、いやでも法律で決まってるんでなんていうバイトさん嫌じゃないですか？そんなことない？いやでも法律で決まってるじゃないですか、なんでダメなんですかとか言われたらさ、嫌じゃない？相手側、私も働きにくくなる。おはよう。昔言った、あ、すごい。え、でも、ね、本当はね、言わなきゃダメなんですよ、そういうのは。そう、私はね、ちょっとなんかそういう風になるくらいなら何も言わない、身を粉にして働きます。
うん、なんか関係悪化が一番嫌だ。世間話からさりげなく世間話しないな世間話そんなしないんです、実は。はい、私あんまり喋んないんで。他のバイトのこと二人で直談判しに行った、強そうなこと。あ、いいね、そういうのいい。お友達連れては強い。いやマジで本当に本当に行きたくな。頑張ろうそれではランキングいきます。13位さとちゃん、12位ともゆきさん、11位まぼろしさん、10位こうひれんさん、9位月のしずくさん、8位かぼちゃん、7位ハゲたおじいちゃんさん、6位プリーツさん、5位ゆうこさん、4位鉄道のいつさん、3位かいさん、2位けんけんけんさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ゆうこさん、プリーツさん、鉄道のえいとさん、かいさん、けんけんけんさん、ゆうたさんです。ありがとうございます。ということで、ということで皆さん本当に本日は寝坊してしまい申し訳ありませんでした。また心を新たにし頑張りたいと思います。夜はねちょっとバタバタっとするんですけど、配信はねちゃんとしようと思うんで、ちゃんとというか画面つけて配信はしようと思うので、皆さんね最後までイベントご協力お願いします。少しでもねいい順位を取りたいのでご協力いただけると嬉しいです。本当にねもう最後の最後なので、そうそうそう、本当に最後の最後、なんていうの、まあ、みんなで多分1時間前とか30分前とかから配信始めると思うんですけど、私15分前からしかごめんなさい配信がちょっとできないので、はい、もうねなんかちょっと差とかも結構出ちゃってるかなとは思うんですけど、負けたくないので皆さんご協力いただけたら嬉しいです。はい、ということでね皆さん今日も一日ね乗り切りましょう。行きたくないね、行きたくないよね仕事の人頑張ろう、いや頑張らなくていいから、それと長くこなしてさ何かくらいの気持ちでねいいよ、うん、はい、ということで皆さん本日も見に来てくださってありがとうございました。また夜にお会いしましょう。またね、ありがとう。本当にみんな行ってらっしゃい。ありがとう。バイバーイ。